デジタルミラーデバイスがその模式図作動原理。デジタルミラーデバイスとは、テキサスインストゥルメンツによって開発された MEMS デバイス。多数の微小鏡面を平面に配列した表示素子の一種である。1987年に TI 社のラリー・ホー・オンベック博士が発明したもので、CMOS プロセスで作られた集積回路上に MEMS 技術で可動式のマイクロミラーを形成している。 各マイクロミラーが表示素子の1画素に相当するため、鏡面サイズはおよそ十数マイクロメーー。各マイクロミラーは鏡面をねじれ軸周りにマイナス12度傾斜させることができ、鏡面下部に設けた電極を駆動することにより、ON と OF の2つの状態を持たせることができる。ミラーが ON の時は内部光源からの光を外部に反射し、スクリーンに投射する。 オフの時は光を内部の吸収体に反射し外部には投射されない。したがって各ミラーを個別に駆動することにより、表示画素ごとに光の投射を制御することができる。投射は以上のように ON オフの日制御であるが、ON オフを高速で行い、ON の時間比率で濃淡を表現する PWM 方式を用いることで、回調表現が可能である。 白色光と1個の DMD 素子を用いるとモノクローム表示ができる。また、入射光を回転式のカラーフィルターを通過させて RGB をフレーム周波数より高速で切り替えることにより1個の DMD 素子でフルカラー表示が可能である。デジタルシネマでは高画質化のために RGB 各色専用の DMD 素子を用いて合成する3番式も用いられる。 利点としてはなどがある。この DMD と専用信号処理技術を用いたプロジェクターの方式を DLP と呼ぶ。電子プレゼンテーションに用いられるデータプロジェクターでは小型軽量で高輝度、高解像度の製品を実現できるほか、スターウォーズシリーズなどのデジタル制作による映画の上映に使用されるようになっている。ありがとうございます。